戸ガザキアキラカオル像、戸ガザキアキラカオルから1809年6月23日は、日本の江戸時代の標本家であり、神道無念流の幻覚。通称、熊太郎。5、友道県。戸ガザ氏は、八田則リキの孫で、広沢義真の子、戸ガ義宗が、武蔵国埼玉郡、戸ガザクランドサブローと称したのに始まる。 吉宗から9代目にあたる戸ヶ崎吉氏が1581年に清く村に移り、吉氏から8代目が明香るである。明香るは16歳の時に福井貨幣に入門し、21歳で免許改伝を授けられた。江戸四谷にあった貨幣の道場は経営難だったため、明香るが帰郷して清く村に自分の道場を開いた時、死の貨幣を 貢献役として引き取り、家兵が死ぬまで面倒を見た。1778年、再び江戸に出て、麹町裏二番町、門名邸の一部を借りて、道場を開いた。この時35歳。1783年10月、大橋富吉という農民出身の男が、牛込魚町の行元寺前において、親のあだを打ち取った。 文人の大田南保は行元寺の境内に、あだ内ちの隠語日を建て、後行き元寺が移転した目黒町や戸西大崎町四丁目に、現在も残る。この富吉を、明香るの道場が援助し、あだ内ちの際に、岡田義としら、明香るの門人が助立ちしていたことで、戸賀崎道場が脚光を浴びることになった。るはこの天について、天命復讐を書き残しており、 交換でも、仇討ちの丘伊佐おで殿と題する実録本がルフした。1795年、明香るは裏二番町の道場を閉じ、門人たちを岡田義都氏に委ねるとよく村に帰り、この地で没した。去年66、明香るの後、新透無念流は、岡田義都氏の激剣関係、熊太郎のこの戸がざきたね、香るの直径と大きく二つの流れがある。 詳しくは、神道無念流の功を参照のこと。岡田からは、斉藤義堂、鈴木修明の二人が結出、その他、江川三郎左衛門、渡辺崋山、藤田東子、北川俊介、宮本斎一郎、芹沢鴨、金子健志郎らが出た。秋田薫の直系からは、種薫吉江、薫部と続き、五代安幸新の時に道場が廃された。 福井家兵は神道無念流の祖。阿田の名は二宮武衛門とされる。岡田は1788年に独立し、神田猿学長に劇喧嘩道場を開いていた。ありがとうございます。